大学4回生の冬だった〈その頃の俺は卒業に要する単位が全く足りないために早々と留年が決まっており就職活動も一段落してしてまったり一段落してまったりしている同級生たちと同じように悠々とした日々を送っていた〉 とは言ってもそれは外面上のことであり実際はぼんやりとした将来への不安のためにまわたでじわじわ締め付けられるような日々でもあった親しい仲間と気の早い卒業旅行を終えあとは卒論を頑張るだけだと言って別れていく彼らを見送った後俺の心にはぽっかりと穴のようなものが開いていた変化しないことへの焦燥と苛立ち そしてその旅の途中で知ることになったかつて好きだった人に子供ができていたという事実に対するなんだか自分でも説明しがたい感情その頃の俺をはから見ていれば「無気力」という言葉がぴったり来る状態だっただろうしかしこの体の中には様々な葛藤や思いが渦を巻きそれが外へ吹き出すこともなく ただひたすら体内で循環しつつ二酸化炭素濃度を増しているのだった「デートしよう」というメールを見てもその無気力状態からは脱せず「やれやれ」という感じで敷きっぱなしの座布団から腰を上げたというのが実際のところだった。 指定されたカレー屋に向かうとメールの送り主が珍しく先に来ていて奥まった席に一人でちょこんと座っていたその少女は黒で固めたゴシックな服装をしている今日は何やら頭に黒い飾りもつけているようだ店内の不特定多数の視線がそわそわと彼女に向いているのが雰囲気でわかるか 甲の珍しさだけではなくそれがよく似合っていて可愛らしい風貌をしていることが原因だろうそんな子が一人で座っているのだから仕方のないことだったそういう視線が集まっているところへこんな冬の間ずっと着ていてヨレヨレになっているジャケットのメガネ男が武将髭を生やしてのっそりと歩いていくのはさすがに気が引ける思いがした押す。オス 黒い子がこちらをを見て軽く手を挙げた相変わらず軽い感じだ彼女の「デートしよう」というのは「こんにちは」と訳するのを知っている俺は「うす」とだけ言って迎えに腰掛けた一瞬背中に集まった視線がまた徐々に無酸していくのを感じながら「今日は何だ?」と聞いた その子は音響というハンドルネームでネット上のオカルト関係のフォーラムに出入りしている変な子だったかくいう俺もかつてその手の場所にはよく出入りしていたがもう興味も気力も耐えて久しくほとんど足を踏み入れてな,く踏,み入れてな踏み入れなくなっていたルリちゃんが帰ったよ音響がカレーの注文を終えてから口を開いた 帰ったってニューヨークへかうんそうかあの子はもうこの町からいなくなったのか俺は恩鏡と双子の姉妹のような格好をしていた少女のことを思い出すあの不思議な瞳をした少女は1年半前に不意にこの町にやってきてそれを待ち構えていた恐ろしい最悪を図らずも自ら招き寄せたのだった それもさまざまなものを巻き込んでその時のことを思い出してぞっと鳥肌が立つこの町にじっと潜んでいた見えざる悪意のことだ今でも現実感がないそれと関わったがために去っていった人たちそして死んでいった人たち 頭の中で指折り数えてもどこか夢の中の出来事のようだ確かに人となりは浮かぶ伝え聞いた通りそして会ったことがある人はその顔もしかしどれもまるで分厚いガラスの向こう側にある景色のようだ怪物の生まれた夜に集まった人たちはもう全員いなくなってしまった それだけではないヤクザも通り魔もあの吸血鬼でさえ一人一人と順番に時に全く無関係であるかのようにひっそりとだが確実にその見えざる悪意は敵対した全ての存在をこの町から消していったその誰もが俺なんかよりずっとすごい人たちだった なのになのにだ思わずおぞけで体が震えるそんな恐ろしい相手から最後の標的であるルリという名前のその少女を俺と音響の二人だけで死守する羽目になったのだ今にして思っても考えられない事態だ頼みの綱である俺の師匠でさえその時点ですでに使い物にならない状態だったのだから じっとりと手のひらが汗ばんでいる思い出すだけでこれだ卒業ってどうなったの音響がスプーンを置いて突然そう聞いてきた急に現実に引き戻されるそうどこにでもいる留年組の大学生の自分にあと二年はかかるな ととと答えるとだっさと言われたお返しにお前はどうなんだと聞いた今年受験だろうこんなところで油売ってる暇があるのかいいの余裕だからどこを受けるんだ師匠んとこの大学師匠って言うなこの小娘は ここのところ嫌がらせで俺のことを師匠と呼ぶのだもちろん全部知った上でのことなので始末に悪い明らかにニュアンス的に尊敬の成分はゼロだ俺がそう呼んでいた時以上にひどいっていうかうちの大学が余裕かよ腐っても国立だぞそれにそんなに余裕ならもっと上の大学を受ければいいじゃないか そう言おうとしたら先回りされたお母さんが地元にしなさいってあっそ地元民の国立大生の女は学力的にワンランク上の法則ってやつかアホそうな見た目に忘れてしまいそうになるがこいつは帰国子女で英語をペラペラだったな住んだことのある国の言語を読み書きできるというただそれだけで 点数配分の多い科目で大きなアドバンテージになるというのはずるい気がするそういえばあのなみさんは卒業ああふてくされてうなずく普通の大学生は4年経ったら卒業するのそう言ってきつめのスパイスに痛めつけられた喉に水を流し込む で、用件は何だこのあとデートでもしようってかこの小娘に呼び出される時はその九割が妙なことに首を突っ込んだあげくの尻拭いのお願いだったそれなんだけどね音響はそう言って平らげたカレーの皿をテーブルの隅に押しやるそして黒いふわふわしたバッグから一冊の本を取り出して目の前に置いた やはり残りの1割ではないらしいしかし出されたその本を見て親と思った見覚えがあるのだソレマンの空間邸じゃないか子供の頃に読んだジュブナイルの SF 小説だタイトルが印象的だったから覚えていたが内容はすぐには浮かんでこなかった 日本人の子供が宇宙船に乗り込んで大冒険をする話だったようなへえそうなんだなんとか思い出そうとしている俺を全く興味なさげに音響は切って捨てた自分で持ってきたんだろうムカッとしたのでそう言い返すと音響は不思議なことを口にした この本の内容のことなんだけどこの本のことじゃないの一瞬「ん?」と目を上の方にやってしまった何か禅問答のような言葉だ私の友達から相談を受けたんだその子の弟のことで音響はそうしてその禅問答の説明を始めた そのクラスメートの女子生徒には小学生の弟がいたそれがなんだか最近弟の様子が変だったのだそうだよそよそしかったり話しかけると怒ったり単に反抗期だと思っていたがある日弟の部屋に入ろうとすると急に何かを隠して出てってよと怒った背中に隠したのは本のようだった どこからかいやらしい本を手に入れて見ていたのだろうなるほどそういうことかと思ってその時はそれ以上深く詮索しないであげたところがその数日後夜中にふと目が覚めてしまった彼女は自分の部屋から出てトイレに行ったその途中弟の部屋の前を通ったのだがアが少し開いていた いつもなら閉めてやりもせずそのまま通り過ぎるところだが中から何かの気配を感じて彼女は立ち止まった弟が起きているのだろうかそう思ったが電気は消えている部屋は真っ暗だそっとドアに近づき隙間から中をうかがおうとするしかし廊下側の明かりのせいで自分がドアの前に立つと 中かからはきっっとと人がが来たことがわかってしまうだろう。だろそう思いドアのすぐ横に体を張り付けるようにして聞き耳を立てたのだったその時彼女の耳は奇妙な音を拾い上げた「シャリッシャリッ」リッ聞きなじみのある音けれど今この状況では聞こえるはずのない音 彼女は妙な伍感に襲われたシュッシュッ紙のめくれる音紙の表面が指とこすれ合う音シュッシュッ本を読んでいる時の音だった部屋の中は真っ暗なのに。 彼女は背筋を走るしびれに身を震わせる弟が布団をかぶってその中で懐中電灯をつけているわけでもない光も全く漏れないように布団をかぶっているならそんな繊細な音も部屋の外へ漏れ出ては来ないだろう弟は暗闇の中で本を読んでいるのだ心臓がドキドキしている彼女は思い出していた 弟の通う小学校で密かに語られている噂話のこと「夜の書」と呼ばれる本のことだ学校の七不思議の一つだった図書館に一冊の本があるそれは昼間にはただの普通の本なのだが夜みんなが寝静まってから一人で部屋を暗くしてページをめくると全く違う本になるのだ 真っ暗で何も見えなくてもその本は読めるのであるその本の中にはとても恐ろしくてそしてゾクゾクするほど楽しい遊びの仕方が書いてある最後まで読むと信じられないようなことが起こるらしいその先はいろいろな噂があってはっきりしない悪魔が出てくるとか死神が出てくるとかいう話もあれば 本の言う通りのことをすると窓の外に UFO が現れるという話もあった未来や過去の世界に行った子供の噂も聞いたことがあるいかにも子供っぽい噂話だけれど彼女自身その小学校の卒業生だったそしてその本を読んでしまったせいで頭が変になり2階の教室の窓から飛び出して大けがをした同級生が実際にいたのだ ももっともその本を読んだせいだということ自体がただの噂話といえば噂話だしかし先生達がそんな流言飛語を封じ込めようとすればするほどみんなその噂を信じた結局その同級生が持っていた夜の書は大人に焼かれてしまったけれど元からそんな本はないのだ焼かれても別の本が暗闇の中でしか読めない夜の書になり また誰かののの手に取られるる図書館の隅でじっっと待っている彼女はドキドキしている胸を押さえドアの横で必死に息を整えたそうして「何してるの?」と言いながらドアを開けた店員がコップの水を入れに来たので音響がそこで話をやめた 俺はテーブルに置かれたソレマンの空間亭をまじまじと見つめるでそのお前の同級生の弟君は真っ黒な部屋でこれを読んでたってわけかそうどんな様子だったんだ明かりをつけたら目が血走っててなんかわけのわかんないことを言ってたらしいよとにかく取り上げたら落ち着いたらしいけど うーん俺はテーブルの上の本に手を伸ばした手に取ってパラパラとめくるかなり古い本なのか表紙や小口は色が褪せてしまっているがあまり読まれてはいないようだ中は割に綺麗だった音響が少し驚いた顔で俺を見ているそれに気づいて「何?」と聞くと「本当の話なんだけど」という。 別に嘘だなんて言ってないぞ大体どんな信じがたい話でもそれなりに耐性はついているそれに恩響が持ってくる厄介事はこれまで全て実態を伴っていたそれがいいことなのかどうかは置いておくとしてもよくそんなあっさり触れるねあれたように言われてようやくああそういうことかと気づく 普通の人の感覚ならばそんな話を聞かされた後では気持ちが悪くて触れない,触れないのだろういくら昼間は普通の本だと聞かされていてもだオカルトにどっぷりと使っていた日々が意識しなくともこの善良な小市民たる俺の脳みそをやはり非常識側にシフトし,まって,シフトしてしまっているということかしかしこいつに言われるとなぜかショックだ それでどうしたいんだ本を置き表紙をトントンと指先で叩くどうせその話聞かされて何とかするからって安請け合いしたんだろ夜の書というやつはある意味夜の闇の中でしか実体がない存在だ 今のこのソレマンの空間艇にしたところで仮の宿主に過ぎず燃やすなり破り捨てるなりしたって図書館の別の本に規制し直すだけということだろう少なくとも噂の構造がそうなっているその話を聞かされて何とかするからって言っちゃったのあそうで 何とかして自分ですれば「お願いっしょ」わざとらしいお願いポーズを無視してもう一度俺は本のページを開く真っ暗なのに読めるってどういう現象なんだ音響に向かって「お前読んだか?」と聞くすると両手の指を胸の前で組んだまま首を左右に振って だって怖いの嘘つけだって受験生だから受験生だから俺がそう問い返すと恩給は口の端だけで笑った面白かったらやばいじゃんこいつも筋金入りだ改めてそう思う で、お前の同級生も怖くて読んでないと弟は何て言ってたんだえっととにかく何でか読めたんだって実に有益な情報だ素晴らしすぎる弟はどうしてこの本がそうだと気づいたんだ別に夜の書だと思って借りたんじゃないんだって たたまたま借りた本がそうだっただけってさそれはちょっとおかしいぞなんで俺は少し頭の中を整理するだったらどうして部屋を真っ暗にして読んだんだえ部屋を暗くして読まないとそもそもそういう本だと気づかないだろうそう言われて音響はふーんとうなったさあ たまたまなんじゃないこれ以上情報は出てきそうになかった「夜の章」は一冊なのかそう聞いてるつまり一つの寄生体のような存在が見つかって宿主の本を破棄されるたびに別の本へと移動しているということかその間に子供たちを魅了し危険な状態に追い込みながら それにしても、と俺はふと思った。夜の書ってのは小学生らしくないネーミングだな、とつぶやく。噂の出どころは案外教師なのかもしれない。考え込んでいる俺を音響がじっと見ていた。なんだ。なんとかしてくれそう。そう言ってまた両手の指を組んだ。 俺はそれを見ながら言ったゴスロリってそんな感情表現豊かでいいのかその夜のことだ俺は自分の部屋で一人パソコン上でダービースタリオンというゲームをしていたいい競走馬ができたのでそれを育てるのに熱中していて気がつくと夜の一時を回っていた 時計を見た時何かすることがあった気がして軽く不安になるああ音響から預かった本のことだそれを思い出してホッとする心置きなくゲームに戻ろうとしたがなんだかそういうわけにもいかない気がしてきてしぶしぶセーブをしてからパソコンの電源を落としたどこに置いたかいなと部屋の中を見ますすると ベッドの上に放り出してあった「ソレマンの空間」って石川英介作とあるそういえばどういう話だったか思い出そうとしていたのが途中だった俺はこたつに移動し本を広げた その本は文雄という少年が学者先生と浅間さんに登山に出かけた時にソレ,マンソレマン人と名乗る宇宙人の UFO に捉らえられ冒険をすることになる話だった実は現世人類以前に存在した地球上の知的生命体であったソレマン人たちが 旅立った先の遠い宇宙で滅亡の危機に瀕していてそれを救うためかつて彼らの先祖が地球に残したというある遺産を一緒に探すという筋だ子供の頃に読んだ時は SF とい,うと,、S、というちょっと大人のお話という感覚でいたのだが今読むとやはりジュブナイルであり文体には違和感があったこんなだったかなぁと しかしそれでも読み始めると意外に面白くて俺はそのまま読み進めたすると物語が佳境に差し掛かったあたりで不意に妙な文章が出てきたそんなことより遊ぼうよんとそこで止まった字の文からいきなり読者へ語りかけてきたのだ不自然なメタレベルの文章だ 次の一文を見た瞬間背筋に冷たいものが走った「後ろを向いてごらん」「字の文は続けて今この本を読んでいる俺に呼びかけている」「後ろを向いてごらん」と誘っているのだこれは気がつくと何とも言えない嫌な耳鳴りがしている空気がひりつく 呼びかけの内容のことじゃない俺は全く気づかなかったのだ今の今まで同じ本を同じように読んでいるつもりだったしかしいつの間にか部屋の電気は消えていた部屋の中は真っ暗で俺は一人闇の中に座り本のページを開いていた辺りはしんとしている 明かりがないのに本の内容が読めるぞくりとしたこれか俺は胸の中でそっとつぶやいたこの感覚は確かに説明しがたい完全に視覚的なものではない普段この目で見ているように見えているわけではなかった だがまるで視覚情報から抜き出されたような言語的な情報が直接頭の中に入り込んできているそしてそれが本来そこにあるべき視覚的情報を補いあたかも幻覚のように文字を浮かび上がらせている頭で目の前に文字があるように想像した状態がそれに近いだろうか 闇の中で文字を想像した時黒一色の世界に同じ黒で文字が書ける不思議な現象だったこれだこのことだ緊張しながら今の状況を再確認するなぜ部屋の電気が消えているのか冷静に記憶をたどるすると直前に立ち上がり電灯のひを引っ張った自分を思い出す 記憶が消えかけていたこととにゾッとする思考でたどっても多分ダメだった直前の立ち上がった体の感覚がうっすらとそしてそれでもまだ俺の脳に正しい情報を送ってくれたのだなるほど部屋の明かりは無意識に自分で消してしまうのか消したという記憶とともに俺は異常な状況に背中をゾクゾクさせながら 後ろを向いてごらんという文字情報をもう一度確認する何度確認してもそこに目を向けた途端強制的に脳が文字のイメージを浮かび上がらせる振り向くかいやダメだ振り向いてはいけないそこには部屋の壁があるだけのはずだだがダメだ 振り向きたいという欲求が頭の中を嵐のようにぐるぐると回るそれでもその欲求が自分の中から出てきたものではないということが分かる耐え難い衝動に俺は耐えたそのページにはその文章だけが書いてある俺は次のページをめくらずじっと考えこの異常な現象の根源のことを それは物質としてのこの本ではない。なぜなら燃やしても破り捨てても夜の書は次の本へ移るからだ。だったら根源とは何だこのループはどうやって打ち破る思考が音もなく走る。夜の書夜にしか読めない本夜にしか いつからかははっきりしないがこの怪現象が七不思議に数えられ過去から現在までまだ続いているということは現象を破るには誰もやっていないことをしなければならない考える考えるなんだそれはなんだしばらく考えた後俺は思考の流れを変えた 逆はどうだ誰もやっていないことをするの逆それは誰もがやったことをしないはっとした誰もがやったこと誰もが燃やした人もズタズタに破り捨てた人も誰もがやっていることそれをしなければいい俺は不意に冷めていく自分に気づいた そうかこんなことか肩の力がふっと抜けて俺は闇の中で本をつかんだそのまま手探りでベランダのある窓の近くに持っていくそうして本のページを開いたまま窓際に置いたあくびをしてこたつに入る最近は武将が過ぎてベッドにも入らずこたつに首まで潜り込んで寝るのだった 歯を磨いてないなと思ったがまあいいやと眠りに落ちた次の日目が覚めるとカーテン越しに朝の光が眩しいほど差し込んでいた天気予報通りの快晴だこたつからむくりと這い出て俺は窓際の本を確認する昨日置いたままの格好で 本は朝の日の光を浴びていた開いているページには昨日のソレマン人の遺産に関する物語の続きが載っていて奇妙な文章など一つも見当たらなかったもちろんどのページにもだ怪異の源は今一つはっきりしなかったけれど大抵の夜の怪現象はこいつにはかなわない朝の光にはこれまでにおそらく誰もがやってしまったことそれは 本を閉じてしまったことだつまり夜中に開いた夜の書としてのページを閉じてしまい結果として怪異の根源が朝の光を浴びることがなかったそんなことでよかったのにまあこんなもんかね俺は一晩中こたつにくるまっていって凝り固まった筋肉をほぐすべく大きな伸びをした 次の日の日夜俺はまた自分の部屋でソレマンの空間艇を通して読んでみた最後まで読んだが特に異変は起こらなかったその後電気を消してみたが開いたページのあたりにはやはり何もなかった暗闇があるだけだ念のためにもう一日様子を見てから俺は音響を前回のカレー屋に呼び出した概要を説明し本をテーブルに置いてからそっちへ押しやる 朝の光でねえ、ふーんという表情で音響は小さくうなずいている。死んだのと本を指差してそう聞くので多分と答える。燃やした時と同じで結局別の本に逃げてるとか。それはないな。多分と付け加える。 図書館の膨大に存在する本のどれかに逃げたかもしれないなんて言われてもすぐには確認のしようがないがそのことについては自信があったなぜかと言われてもうまく答えられないのだが俺のこれまでの経験に裏打ちされた勘だ何よりループを破る方法を思いついた瞬間に冷めてしまった自分自身とこたつに入って眠ったその俺に何もできなかったという怪現象としてのこう言ってはなんだがょぼさ がそれを補強している音響も似たような感想を持ったのかあっさりと納得したようだ「ありがとう」「さすが」「さすが」の後師匠の「し」の字が続く前に俺はかぶせていった「お前いつまでこんなことに首突っ込んでいくつもりだ」するときょとんとして「だって」というのだ だってこれからじゃない大学に入ったらもっといろいろ楽しいことできそうだしその言葉を聞いた瞬間自分が老人になってしまったように感じてしまったそうかこいつはこれからなのか俺がオカルト道にどっぷりと使って無茶ばかりやっていたあの無機動な日々がこいつにはこれからやってくるのか 自分にはもう戻ってこない時間が全方位に向かって開かれている少女に目を開けられないようなまぶし,しさを感じて俺は目をそらしたそういえばと音響はカレーをすこうとしていたスプーンを止める昨日ルリちゃんに会ったよ一瞬意味が分からずアメリカへ帰ったんじゃないのかと言いそうになってから ああ、そういうことか、と一人ごちた。私、地元の大学に行くのはさ、ルリちゃんと遊びたいってのもあるんだよね。あいつ、この街にしかいられないのか。うん。そうか。The king stays here, the king l i v e s here. 不意に頭の中にルリの好きだった言葉がよみがえった「王はとどまり王は離れる」自分の名前を紹介する時にいつも好んでこの言葉を使っていたもちろん本名ではない自分でつけた名前だそれは本来彼女の顔のある部位を端的に表す言葉だったがここに奇妙な符号が生まれていた「I stay here, I leave here」 キングを自分に変えることで生まれついて彼女に起こっているその不思議な現象を表す言葉になるのだそれもニューヨークへ帰った彼女を表すときにはその言葉が逆転する面白いな俺は人間を取り巻く目に見えない偶然というものや運命というものを改めて感じた 今度会ったら目を痛めないように気をつけろって言っておいてくれ何それカラコンのことルリちゃんもうしてないよ音響が不思議そうにそう言ういやいい俺は見えざる悪意の主要な標的となった四人のある共通点のことを考えていた四人のうち三、四人のうちの三人 それが偶然なのかそうでないのか全てが終わった今でもわからないのだったカレーを食べ終わった頃を腰を浮かしかけた俺に音響が言うじゃあ春からよろしくね師匠相変わらず上から下まで黒ずくめの格好でそんなことを言うのだ腹の内を読み取れない表情で 俺は一瞬自分が別の人間になったような錯覚に陥りうろたえたうろたえながらも何とか言い返したのだった受かってから言え師匠だとこの俺がこれまでただいたずらのようにそう呼ばれていたのとは違うぞワぞワする感覚があったこれについては断じて運命ではないと思う 強いて言えば、強いて言えばそう、やっぱりノーフェイトということになるんだろう。